Hola. こんにちは。メキシコ大使館のポッドキャストメクスハポンにようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどを紹介します。お楽しみください。El Colegio de México 1940年に設立された、主に大学院が中心の国立大学で、国内はもとよりラテンアメリカ最高峰の人文社会科学系の研究教育機関の一つとして知られています。7つある研究センターのうちの一つ、アジアアフリカ研究センターでは日本研究も盛んで、文学、言語、歴史、環境問題などさまざまなディシプリンから日本を研究する少数精鋭の専門家や学生たちが揃っています。今回はこのアジアアフリカ研究センターで50年もの間教鞭を取ってきた田中美智子先生をお迎えし、大学の様子や先生のご専門についてお話しいただきます。田中先生はエルコレヒオデメヒコ大学院大学東洋学修士号、プリンストン大学では歴史学博士号を取得し、1973年から現在までエルコレヒオデメヒコ大学院大学アジアアフリカ研究センターの教授でいらっしゃいます。現在は日本におけるフェミニズムの行動と思想資料集プロジェクトを推進し、後進の育成にも力を入れていらっしゃいます。はい、それでは本日のゲスト、エルコレヒオデメヒコアジアアフリカ研究センター教授、田中美智子さんにお越しくださいました。ありがとうございます。はい、それでは早速一つ目の質問に行きたいのですが、田中先生は1967年にエルコレヒオデメヒコ大学院大学の修士課程に入学されてから、そこで拠点を置いて日本研究や後進の研究者の育成に貢献されています。まずはそもそもの始まりなんですけども、メキシコとの一番最初の出会いですね、きっかけのようなことを教えてくだされば幸いです。直接のきっかけというのは、私はモスクワの諸民族友好大学というところで学士課程をやったんですけど、そこに子からも学生がたくさん来ておりまして、その中でアメリコ・サルディーバルという人と結婚して、でモスクワで子供もできてということが、私がメキシコに行くことになった理由でして、で、1967年の11月2日にメキシコに着いたんですけども、その時には私がメキシコで何をしたいかっていうことで修士課程に入りたいと、それでエルコレヒオデメヒコの修士、歴史の修士課程に応募するために手続きを取ってくれたんですけど、スペイン語ができないから、そこには入れないということで、そうしたらその歴史学部 の、その当時の部長さんが、最近できた東洋学研究センターっていうのがあるから、あそこに行ってみたらどうですかって言われたんですね。そしたら、早速入ってくださいって言われてまだ私がメキシコに着いてる前からもコレヒオの修士課程の予科に編入されていました。ですから着いた時にはもうコレヒオの学生だったという、そういうことなんです。そういうことだったんですね。ではまずはそのプライベートな理由でメキシコにいらっしゃって、はい、後で考えてみると、その前に私はメキシコと出会ってるんですね、はい、それは1905年だったか頃に、はい、メキシコの絵画ってすごく大きなね、上野の国立美術館だったかな、あそこで美術展があったんです。で そこにはエスケロスとかリベーラとかオロスコとか、その他いろんなこの壁画家たちやその画家たちの、仕事が展示されていて、はい、で私はその当時まだ小学生だったと思いますけど、私の姉が 8歳上なんですけどね、非常にそういうことに興味がある人で、私を連れてってくれたんです。だからその時のものすごく強烈な印象を私に与えたということを後で思い出したというか、
結局それはそのイメージは今でも残ってますからね。だから、ああそうか、メキシコに行くことになったには布石があったかなと思いますけど。おっしゃる通りですね。ありがとうございます。それ非常に貴重なエピソードで、というのも先生がおっしゃられている展覧会は1955年に上野の東京、国立博物館であった日本で初めて行われたメキシコの大規模な美術展と、それから考古学の、ね、いろんいなもせ、のあ、もはあっい。たのを覚えてます。で、非常にこの日本とメキシコの関係史の中で、その展覧会っていうのはもうマイルストーン的な存在で、で、先生のように将来メキシコに深く関わることになるその研究者とか、それからそのアーティスト、芸術家っていうのは、それでメキシコに興味を持って、メキシコに実際に渡航するようになったっていう、アーティストたちは結構いた。なので、1955年の展覧会を実際に経験した、そういった今後、日本とメキシコの関係に重要な役割を果たしていく人たちの一人が先生だったということで、今聞いて驚きました。あ、そうですね。では、ちょっとすみません、話が少し脱線してしまいましたが、エル・コレヒオ・デ・メヒコという大学で、メキシコではもうすごく有名で優秀な大学なんですけれども、その大学内には7つの研究センターがありまして、で、そのうちの1つがアジア・アフリカ研究センターということで、ここではその日本に関する研究っていうのが非常に盛んに行われていて、なので、このちょっとお伺いしたいのは、そのエル・コレヒオ・デ・メヒコと、日本研究のその歴史や、どういった特徴があるのか、それからどういった学生たちがどのような勉強をしているのかっていうのを伺うことはできますか？まずですね、コレヒオ・デ・メヒコに東洋学研究センターが作られたのは1964年なんですけども、その頃ユネスコが東西交流の10年会っていうものを、なんていうかな、そのテーマで10年間やっていたんですね。で、その時に一つの課題として西半球の英語圏以外では東洋学をいやちゃんと教えたり研究する機関がないから、それをどこかに作ろうというプロジェクトがあったんです。で、それでラテンアメリカの国々に呼びかけて、それからコレヒオ・デ・メヒコにその当時、国際学研究センターっていうのが数年前にできてたんですけども、その一部にセクションっていうかな、科としてですね、そのセンターの一つの科として、東洋学研究セクションでストゥジョス・オリエンタルスっていうものを作ろうという、グラシエラ・デラ・ラマ先生、この方は哲学、インド哲学を学んだ人で、でオクタビオ・パス氏なんかと関係がある、そのオクタビオ・パス先生がインドに行ったりなんかしてらっしゃいましたから。そうですで、ね。それでそのオクタビオ・パス氏と、それからにその当時、メキシコ大使館にアタシェ、文化担当として来られていた林家さんです林ね、家英吉先生林です家ね。英吉先生、その方がまず最初、まだほとんどそのディプロマートとしての駆け出しぐらいの時だったと思いますけど、ここに来られていて、でその、オクタビオ・パス氏はもともと外交官なんですよね。それで日本の、日本がアメリカの占領から、解放された年が52年ぐらいですかね。で、その時に、メキシコ大使館を再開するために来られたのがオクタビオ・パス氏なんですね。で、その方との、メキシコでの出会いもあって、その林家さんが結構メキシコにそういうふうなユネスコの支持のサポートのもとに、オリエンタル研究が始まることに非常に熱心だったんですね。そうで、なんそですれか。で、その大学としての受け入れの体制も良かったと思う。つまり他の大学の一部か、あるいは私立の小さい研究所じゃなくて、公立の正式の、研究所の一センターがそれをサポートするということだったので、多分そのユネスコでも割合に好意的に扱われたと思うんですね。で、それで64年にまず国際関係
センターの1セクションとしてできて、はい。その次の年に65年に正式にセントロ・デ・ストゥディオス・オリエわあ。ンタレスとして独立したセンターになったんですね。しかもそのユネスコのサポートを受けたわけですから、それも10年間各国の、ユネスコ委員会ですね。例はえい。ば日本ユネスコ委員会とかインドユネスコ委員会とかエジプトユネスコ委員会ってそういうところがサポートしてくれて、客員教授を毎あ、年派なるほ遣しど。ていたんですね。で、それが10年間続いたわけで、で、私はその3期生です。だから私が67年に入ったわけですから、66年、65年から正式に、まあ、修士課程が始まったわけですね。そういう。で、初めのうちは1年間余暇だったんですね。余暇が1年があって、その後2年間2で年修士間課程か。をやったの、全部で3年。で、それで、まあ、初めは4つの地域研究、日本研究、中国研究、インド研究、それから中東研究、これはマグレブも入るんですけど、北アフリカね、北アフリカ、中東なんだけど、主に、まあ、中東研究と言ったらいいと思うんです。それが始まったのが64年ですね。で、それで、その後、だんだん新しい科が加わって、サハライナのアフリカ研究とか、それから東南アジア研究とか、で、10年間のユネスコのサポートがある間に、だいたいそのラテンアメリカ地域を対象とした教員の養成、それから学生の募集というのが固まりましてね、初めのうちは日本、メキシコ人の方が少ないぐらいの割合で、なるほそど。ういじゃあ、ラテンアう、メリカ全域からっそうていう感じですね。だからラテンアメリカ地域の研究センターの、それの、まあ、推進をするというのがこのプロジェクトなんですね、もともと。で、その後、まあ、だんだん状況が、初めは3年生のプログラムだったのが、だいたい2000年前後に2年生になったんですね、修士課程が。余暇がなくなったってことですかね。そうです、余暇がなくなって、要するに修士課程が2年生になって、で、2年生の修士課程の中で論文を出さなきゃいけないというか、その間に論文を始めて、その後の、50%の時間だから、2年だったら、1年ぐらいの間に修士論文を出せということになったんです。で、その2年になる前に、日本、あとでお話しする日本研究のためのメキシコだけでは日本のことは分からないから、少なくとも短期間でも直接日本を見てもらいたいという、まあ、思いがありましてね。それで1980年代の半ばから学生を日本に連れてってたんですよね。その時は「ウンセメステレハポン」って言ったんです。1学期を日本でというプログラムだったんです。なるほど。ですから3年間のうちの大体3ヶ月半ぐらいを日本で 過ごすというプロジェクトをやったんです。で、それで非常に学生たちにはいいプロジェクトだったと思いますけども、学者を育てるという観点からはよくは分かりません。いろんな日本をよく知って日本の企業で働いたり、日本で学位を取って日本に残ったり、あるいは、まあ、いろんな分野で、その日本とのつながりを生かしていろんな研究をしたりね、まあ、もっと広い意味でに日本を理解するには非常に良かったと思うんですね。で、その後2年にカットされた、しかもその論文もその間に書か始めないなといきゃけいけなない。いということになった時に、そういうふうな余裕のあることはできないわけですね。だから一時、まず日本語のプログラムがものすごく、ダメージを受けたわけですね。それまで3年間で教えていたものを2年2間年で間教えで。ていけない。で、それはもう言語の習得にとってはものすごく大変ですし、それから半年日本に行くという体験があった人たちは、
もちろん日本語のレベルは上がるわけですけどそうね、です3年ね。間の間に。でも2年間でっていうのはとても難しかったですね。なんとかこう、いろいろ手を加えて、なんとかレベルを上げてきて、だから研修旅行もその時点でストップしちゃったわけですね。なるで、ほそど。れをいろいろこう工夫して、今度はまあ1ヶ月か、まあ、長くても1ヶ月か、あるいは20日間ぐらいで、日本に来れるようにしようと。やはり短期でも行ってみるってことが非常に重要だなと思ってるんですね。エル・コレギオ・デ・メヒコっていうのは、そのメキシコの中で学術機関としてはもう本当に突出した存在であるんですけども、ちょっとこの次の質問からは、このエル・コレギオ・デ・メヒコと日本の学術協力と、それから先生の近年のその研究分野であやっぱりる、そうです。はい、フェミニズム関連にちょっと近づけた質問をさせていただきたいんですけども、はい、2018年、5年前ですね、の11月に、がですね、ちょうどメキシコと日本が外交関係を樹立して130周年の記念の年ですね、特に11月がまさにそのぴったり記念の日なんですけども、まあ、それを記念して、エル・コレヒオ・デ・メヒコで国際シンポジウムが行われまして、で、そのタイトルは日本・メキシコ130周年女性の平等自由エンパワーメントなんですが、まあ、ここにですね、日本を代表するフェミニズム研究者の上野千鶴子先生と、それから井上照子先生がいらっしゃったと。で、先生も田中先生もその参加をされたと思うんですが、このシンポジウムについてお話を伺うことは可能ですか？ですね、コレギオ・デ・メヒコに客員教授として2人先生が来られてるんですね。これは私は非常に少ないと思いますけども、そういうことになっちゃったんですけど、その2人が上野千鶴子先生と井上、照子先生なんです。で、日本とメキシコの、まあ、1888年頃の日本とメキシコの、から女性たちの状況、置かれた状況と、それに対するいろんな運動とかいうものを、1888年から、2018年の間の130年間にどういうふうな変化があったかということを5つの、分野において対話をしましょう。だからそれがまず政治、それから労働、家庭、バイオレンスですね、セクシュアル、バイオレンスとか DV とかそういったふうなテーマと、それからコミュニケーション&アーツ、つまり芸術と、まあ、マスコミみたいなものテーマの5つの分野での、それぞれ日本の研究者とメキシコの研究者に、ペーパーを出して読んでもらって、つまり報告をしてもらって、で、その報告のにそれぞれまたコメンテーターがいて、それはメキシコ側の人が両方の論文を読んだ上でコメンテーターとして参加していただいて、で、その5つの、テーマの報告のにおける対話の他に、日本の女性運動の130年史というのと、それからメキシコの130年史をそのレクチャーとして、お願いして、で、それからビデオで、その日本の、女性史なり女性の運動家の紹介のビデオと、それからメキシコの女性の置かれた問題でね、特にあるい先住は民の女性たちですね。そういう人たちのに対するバイオレンス及びそれを、まあ、報告するようなビデオですね、そういったものを見てもらって、で、それに対してみんながディスカッションをすると、そういうふうな、それが全部で3日間ぐらいでしたかね、3日間。続いたんですけども。で、それで一番最後に、上野先生や、それから、コレジオ・デ・メヒコのクリスティーナ・エレーラ先生とか、
最後のディスカッション、パネルディスカッションで、フェミニズムの、これからっていうね、日本とメキシコでのこれからっていうことで、である意味では、日本ではフェミニズムに対するバッシングが非常に強まってきてたんですよね。特に1990年代の半ばからで、で、今年非常にその、今年じゃない、去年ですね、での、安倍晋三氏の暗殺の後、その統一教会っていう機関、宗教機関なの、非常にその、そういうふうな、フェミニズムなんかに対する日本の政治の保守性の一つの源泉だったっていうことが、まあ、今やあり非常に明らかになってきたわけですけど、でそのことと、その統一教会的なものと日本の政治の保守主流みたいな人たちとのつながりが、80年代から始まってる、90年代半ばぐらいにそういうふうなバッシングが強まったことが、なんかとても関係してるわけですからね。で、そういうこともあって、その、必ずしも希望に満ちた展望は持てないような状況だったんですね、その18年のシンポジウムの時点では。で、それに対してメキシコは、ちょうどその年に安室政権が、変わり。できて、そしてその特に女性のいろんな主要な政府の役職とか、それから指導的な立場にたくさん入ってきたわけで、で、それがどうなるのかなと、つまり、ああ、なるほど。これから見てみようというこれ時期だっからたんですはどうね。なのかというような希望的な状況にあったわけで、ああ、いいコントラストがあったんですね。そういう時点でした。で、必ずしもその、パネルにそれが直反映しているとは言えないかと思います、言えないと思いますけども、でも私としてはちょっとも興味のある 、パネルだったんですね。で、これと別にですね、これは実はこのシンポジウムできたその母体っていうかね、どうしてそういうふうなテーマで130周年を祝おうということになったかっていうと、その前からそれこそ上野先生と井上井上先先生。生も協力していただいて、日本のフェミニズムの、日本の女性のですね、活動と行動と思想、日本フェミニズムの行動と思想という資料集を編むということで進めてきてるんですね。で、それは、まあ、10章ぐらいあるうちの、大部分がもうできてるんですけど、いくつかがまだ完成してないために、本になかなかできてないんですね。それで、はスペイン語の書籍でそうす。です。資料集ですよね。日本語から直接スペイン語にして、で、それぞれのテーマの担当者がいまして、そのテーマの中の資料を全部訳して、それのコメンタリーをして、で、イントロダクションを書くというね、そういうふうな形で、大体今もう、10章のうちの6章ぐらいができてるんですけど、だからそれができたら、まあ、今年中に実はそれをその版の方に、持ち込もうと思ってるんですけどもね。それは結構学生にとって待望ですね。やっぱ取っかかりは最初文献として自分の国の言葉の文献資料集があると、やはりこう入りそうやですす。い。そうですね。それから日本は、まあ、今の日本の女性の置かれた状況があんまりにもひどいから で、政治家にもほとんどいないし、主要な省庁の、役職の一番上の方はみんな男性だしっていうね。だけど、その歴史的に見ればね、日本のフェミニズムは非常に20世紀の初めの頃から相当いろんな分野で、新しいいろんな試みをしたり、考え方を提案したりしてきてるわけですね。だからそういうのをやっぱり見てもらって、で、日本の女性たち自身がね、もうちょっとこういろいろと行動してほしいですね。
ありがとうございます。ということで、非常にメキシコからもその日本に対するのフェミニズムに対する視線というか、それ外からの何ですかね、指摘や視点がないと、なかなか自分たちの中に向いていては気づかないものってあったりするので、研究の逆輸入ではないですけれども、外から研究さ指摘されて初めて国内にも取り入れられるもの、それからムーブメントとして起こるものっていうのがあるので、我々にとっても非常にエルコレヒオでメヒコさんが、行われる日本のフェミニズム研究っていうのは、この国にとっても還元される研究だと思います。そうですね、いろいろとこの頃、修士論文でも、あるいは博士論文なんかでの私のところに送られてくるものでも、すごくこうフェミニズムに関する、あるいはその観点から研究する人たちが出てきてるんですよね。だかそうら、ですまあ、ね。せっかくならそういう盛り上がりがあるんだったら、その基礎になるようなものを提供したいなと思ってますけどね。出版が楽しみです。ありがとうございます。はい。で、最後の質問になるんですけども、日本の学生で、今までずっとメキシコの学生のお話をしていただいたんですけれども、コレヒオでエルコレヒオでメヒコ様、やはり日本の学生さんや若手研究者の受け入れも、積極的にやってらっしゃって、で、これからメキシコで研究をする、それから留学を考えているという日本人の学生や研究者に何かこうアドバイスみたいなものがありましたら、ぜひお願いお聞きしたいんですけども。なんか最近ね、日本で、まあ、ラテンアメリカだけじゃなくて、一般にあまり外国に行きたがない、あるいは関心がない、あるいはまあデジタルで済ませてしまうっていうふうな傾向があるみたいなんですけども、私はぜひね、メキシコ、それからまあ他のラテンアメリカの国に、みんな足を伸ばしてほしいと思うんですよね。っていうのは、こう例えばアメリカなんかと比べてね、すぐ近くにいるのに全く別の世界ですし、それからある意味ではみんないろんなこう暴力とかいろんな恐ろしいことが起こるんじゃないかっていうふうな、そういう報道ばかりがありますのでね、思うんじゃないかと思いますけど。まあ、どこでもみんな人は住んでるわけで、でやっぱりラテアメリカの場合には人々の、人懐っこいですよね。全そくしそのて通りですね。なんか困ったことがあったりするとすぐ誰か手を差し伸べてくれるそし、の通りですね。で言葉なんかは日本人にとってはスペイン語っていうのは比較的取り付きやすい。ちゃんとこれをマスターするのは大変だと思いまますたけれ別ど、ですが、はい。また別ですけども、発音の意味でね、発そうなん音でのすよ面でね。比較的取り付きやすい国だから来てみることはいいんじゃないかと思いますね。で、それからメキシコの場合には今非常に大きな変化があるプロセスですので、研究者としてなんかテーマを選びたいなと思ってる人がいたらね、いろんな部分でまあ、拾えるだろうと思います。だからやっぱり来てみることがいいと思います。ありがとうございます。その通りですね。はい。では、ちょっと今まで一つの質問にそれぞれ丁寧に答えていただいたんですが、まあ、最後の質問としてですね、一問一答という形式をとっているんですが、はい。これを聞いてくださっている日本のリスナーの方にですね、メキシコについておすすめしたいものことをがあれば、一つズバリ教えていただきたいんですが。やっぱり人ですね。メキシコ人、誰か友達ができると非常にいい取っかかりになると思いますよ。で、それからメキシコは様々な地域と様々な民族がいる国ですから、バラエティに富んでますから、やはりぜひ来てください。ありがとうございます。本日は貴重なお話をいただきありがとうございました。エル・コレヒオ・デ・メヒコ・アジア・アフリカ研究センターの田中美智子教授をエキストにお迎えいたしました。田中先生、本日はありがとうございました。どうも。この番組をお聞きの皆様、長いお時間お付き合いくださりありがとうございます。今後もメキシコと日本の関係というテーマで、
スペイン語と日本語で幅広く取り上げていく予定です。この番組を気に入っていただけましたら、お友達やご家族にもぜひシェアしてください。またコメント、ご質問、アドバイスなど受け付けておりますので、メキシコ大使館のメールアドレス info.jpn@sre.gov.mx までお寄せください。またメキシコ大使館の SNS もフォローしていただけると嬉しいです。それではまた。 Hasta pronto!